今回の帯結びは、前回に引き続いて迷った時に役に立つ帯結びなんですけども、前回は、お太鼓系でした。で今回はお文庫系で、次回は立屋系で、羽は同じように取っていただいて、形がこれだけ変わりますよっていうのをやってみたいと思います。蓋巻きして垂れが上で、30紐しています。じゃあやってみますね。前回見ていただいた動画を見ていただいた方はもうすぐにお分かりになると思うんですけど、左羽取って右羽を取るっていうのが基本ですから、まず左羽を取ります。でその時にお文庫をやりたいので、普通でしたらねここでこう取りますが、お文庫ですので押した時にこの羽がこういう風になるんですね。ですのでこの羽の長さは、身長もありますし、この帯のね長さもありますし、イメージとしてね持っていただくために、まず分かりやすくすると、普通はこの下線ですね、これぐらいがギリギリになるんですね。で今日はこの羽お文庫をちょっと可愛らしく上をゴージャスにしたいので、ちょっと下がこう残るように、そんなに羽を長くしません。でここで前回やったように、ここで、追いひだね、こうして追いひだ、これがね取りづらかったら3枚でもいいですし、三つ山でも構いません。慎重派なのでゴムを留めます。でなるべく根元に留めていただいて、広げた時にこの羽の根元がしっかりしている方が最終的な羽がきれいにきますので、ここの根元はしっかり留めますね。でこんな感じ、手前しまって切っていきますね。左羽を取ってこちらで右羽を取ります。で普通でしたら、ここでこうやって取ってもいいんですけども、この羽を使いたいので、これはちょっとこちらにこう返して並べて、ここ長さ見てね、ここで、右羽を取りますね。でここもここからね、ここをこうして、ここ大体3分の1ぐらいこうしてこう取ります。こうしてで後ろをこう取って、追いひだですね、残った2分の1ですね。これをこう取ります。そしてここ引きます。とこう、この根元を取ってゴムで、もちろんゴム使わないでずっと慣れた方はゴム使わないで構いませんけどね。でなるべくこの根元にここのね、このしっかりします、ね。と切ってここクロス掛けにします。でこの残った垂れ先ですね。ここでこうして太鼓系で作ったのと一緒です。垂れ先もこうして。両部だたにしていただいて、そしてね、ここで残った部分をね、ちょっと繰り返しして、しますね。こうしていただいて、後で調節しますから、これにはゴム止めます。ちょっとソフトにしたいので、そうしましたら、手先を持ってきますね。ここでしっかり広げていただいて、で、
そうです。ここの羽の下にしっかり枕しますね。で体で押さえて前に持ってきます。で前にしっかり押しましたらお土産ね。でここで先ほどと同じようにね、で前回も五太鼓形でしたけど同じように羽を取りました。でギリギリまで羽を取っていただいて、もう柄止まりがありますので、ここでこういうふうにこういう感じになりましたら、そうしましたらここで、一番奥の羽ちょっと大変なんですけど、でここの下でいじめをしますね。でここのここにドレープがこう来ますから、これは自然な流れで、でこれは五太鼓形ではないのでちょっと小さめにこうなりますけども、自然な感じでねこうしてきて、でここで中にこれ全部入れ込んでしっかり前に羽をね、あ羽じゃないごめんなさい、帯締めを回します。で形付けをしますね。おぼろんこですので、ここをしっかり返していきますね。そして締めていきます。返していきますね。返すね。返していきます。でここでここにね、ゴムが来てますので、こういう感じになりますけど、これをこちらにこう決めます。こういう感じね、こちらにこう決めて、このねドレープはわざとねこういう風にこちらにゴージャスに持ってきてもいいですし、これはね皆さんその何ですか、帯とかその着物とかのね、あとモデルさんとそのイメージもありますから、あとは最終的にアレンジは、その場でパッパッとできますので、ここまでいけばこんな感じで広げていただいて、わざとこういうふうに見えるのもちょっとおしゃれですよね。裏がこういうふうにこういうふうにね見えるのですから、極端な話ね、もうこの帯結びをしてあげた次にまた次の真っ白になった場合はこの羽をこちらに持ってきたりね、これをねこちらに持ってきたり変えることできますから、まずは基本の、左羽右羽を取っていただいて、まあ、前回も言いましたが、成人式は本当晴れの日なのでゴージャスにして差し上げた方が喜ばれますから、とにかくこの屏風畳にすることで、羽がゴージャスになりますので、そこだけねちょっとこうやっていただいたらでできますので、左羽取って右羽を取って垂れ先で屏風畳にして飾りにする、で出先はまた屏風畳にしてお太鼓の部分の柄は取っておいてそれを飾りにする、で最終的にご自分のセンスで、あとその方のモデルさんのイメージでソフトな感じがいいか、こうキリッとしてクールな感じがいいのか、まあゴージャスにとにかく羽を取ってさえいれば、あとはアレンジできますのでやってみてください。で、あとこれが同じ羽ですからね、屏風畳にすることと左も
三つ山ひだでもいいですし、二つ山ひだでもいいですし、それはあのやりいいようにやっていただいて、全く同じので次はこれを変身させて縦屋にしてみますので、また楽しみにしていただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。